2015年3月13日、韓国聯合ニュースは、パク・クネ大統領に対する名誉毀損の疑いで在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長の韓国出国禁止措置について、日本政府が事態を懸念していると表明したと報じた。報道によると、日本政府は13日に閣議決定した答弁書の中で、加藤前ソウル支局長について、行動の自由が著しく制限されており、事態を懸念していると指摘。さらに、答弁書は、加藤前支局長の後任として、昨年9月に赴任した藤本欣也支局長が、韓国政府から外信記者証を発行されなかったことに対し、韓国政府に適切な対応を要請したとした。これについて、韓国のネットユーザーから、様々な意見が寄せられている。以下はその一部。国家元首を冒涜しておいて、産経新聞はまず反省すべきだ。産経新聞は韓国から出ていけ。日本大使館も一緒に撤収せよ。ここは日本じゃなくて大韓民国なんだから、大韓民国の法律を遵守しないといけない。この問題は韓国の外交にとって国際的な恥だ。早く日本人を解放して彼に謝罪すべき。真実を記事にしただけなのに罪なんて。被害妄想の韓国国民と韓国政府。産経新聞の問題記事と同様の記事を書いた朝鮮日報には全く触れず、日本の産経だけ責めるのは問題だ。捜査された捜査を行い、ダブルスタンダードの判決で言論弾圧。現政府は北朝鮮と同じだね。